胃腸の限られた戦法、または、渡る高が限られた戦法とは、フランスの作曲家、オリビエ・メシアンが提唱した、総称的ないくつかの音群をもって構成されている、すなわち特定の音程パターンの反復を特徴とする、特殊な戦法。彼のごく初期の作品から、その使用が数多く見出され、メシアン以前の作曲家にも、同種の戦法の使用例があるが、 メシアンが1944年に表した自身の主々の作曲手法を体系化した音楽理論書、音楽言語の技法を通して広く知られることとなった。オリビエ・メシアンはこの先法を自らの作曲技法の基礎とした。第2番と第3番が特に特徴的にこの概念を反映している。第4番以降は増4度音程での反復によって構成されているため、 できる回回数が6回と多くメシアンは興味が少ないいとしているメシアンが提唱した7つ以外にも異なる種類のものがいくつか作成可能であるが、それらはいずれもメシアンが提唱した戦法を第一音以外の音から始めたものからいくつかの構成音を取り除いたものに過ぎない。メシアンは我が音楽語法の中でこれらの戦法は 第一音以外の音から音階を始めることもできるが、それによって、先方の構成音や、そこから生まれる和音が変わるわけではないので、根本的に性格が変わるわけではないとしている。西洋音楽史上初の、この先方の出現は、ミハイル・グリンカの歌劇、ルスランとリュドミラ序曲の項だとされ、そこでは、低音の競争により、第一番が、効果的に使われている。 セザール・フランクのピアノ五重奏曲第一楽章のクライマックスのピアノパートにて使われたのもこの戦法の一種であり、メシアンはこのことを知っていたのか、世の終わりのための四重奏曲の曲中にて全く同じシチュエーションで第二番が使われている。なおフランクは弦楽四重奏曲に長長の最終楽章でも二番の音階を用いている。クロード・ドビュッシーが好んだ。 全音音階は第1番と同じである。第2番は後期のフランツリストやモーリスラベルの中などにも同じ戦法が使用されているが、20世紀前半にはやや奇妙な音程関係の戦法があるとして意外にも知られていたようで、アントン・ベーベルン、アレクサンドル・スクリャービン、ボフスラフ・マルティヌーの作品に同じ戦法を使った作品が見られる。これらの戦法は オクターブ以外の最も単純な共和音程である完全5度の体積を基礎としている境界戦法や超音階、単音階とは基本的な構成原理が異なっておりまたその性質から中心音の超的支配力が存在しにくいため19世紀後半から20世紀にかけて伝統的な調整の崩壊していく過程で何人かの作曲家たちによって注目されることになったが こうした傾向を集大成したい経過したのがメシアンであった。メシアンは、これを聞く者は、異常が限られている、不可能性の魅力にとらわれ、その超的偏在性がカトリック思想における、神の偏在性へと結びついて、非可逆リズムとともに、神学的な二次をもたらすとしている。我々現代人が最も親しんでいる先法である、蝶長と、 単調や、境界戦法を、五因音階などといった、人類社会において、自然発生的に出現した戦法のうち、その中でも特に12平均率で音程が禁止できる、ものは、12平均率のそれぞれの音を、初めの音として、それぞれの戦法を構成すると、ここで形成された12の戦法の構成音は、すべて互いに異なるものとなる。すなわち、これらの戦法は、 12平均率の中で12通りに異調させることが可能である。これは、上述の通り、これらの戦法が完全五度の体積を基礎としていることが多いためである。これに対し、異調の限られた戦法は、その音程関係が12平均率の1オクターブ、イコール12半音の約数の周期で反復を構成しているため、12平均率のうちの異なる音を、 はじめの音として選んでいながらも、その音階を構成する構成音が集合として、全く同じになっているような組み合わせが存在することになり、それゆえこの重複分だけ、渡る高の数が限られてしまうことになる。これが、渡る高が限られたの意味するところである。このような性質上、先方のある一つの音は、同じような音程関係にある音が反復の回数と、 同じ数存在することになり、どれか一つの音が中心音として働くことは難しく、多調整なしにいくつかの調整の雰囲気を同時に持つことになる。作曲者は意図的にそのうちのどれか一つの調整に主導権を与えることも、拡張の雰囲気を共存させ、調的に浮遊するようにさせることも、無調的に作曲することも可能である。第一番の戦法は、 全音の音程をなす2音からなる音列を6回重ねたものである。この先方は2通りに異調ができる。これは全音音階という名前で呼ばれており、特にクロード・ドビュッシーらが愛用した。第2番の先方は半音全音の音程をなす3音からなる音列を4回重ねたものである。この先方は3通りに異調できる。 弦7の和音を半音ずらして2つ重ねると得られ、コンビネーションオブディミニッシュとスケールとも呼ばれる。単3度ずつ、あるいは増4度離れた、調和音を重ねることによってもこの響きを得られ、ジャズや、ポップスなどでも、頻繁に用いられる。8音音階の一種であるが、単に、8音音階という言葉でこれを指す場合もある。第3番の戦法は、 全音半音半音の音程をなす4音の音列を3回重ねたものである。この戦法は4通りに移調できる。アレクサンドル・チェレプニンのチェレプニン音階はこの戦法を第3度音から始めたものと同じである。第4番の戦法は半音半音増2度半音の音程をなす5音の音列を2回重ねたものである。この戦法は6通りに移調できる。 第5番の戦法は、半音マイナスに全音半音の音程をなす4音の音列を2回重ねたものである。この戦法は6通り移調できる。第6番の戦法は、全音全音半音半音の音程をなす5音の音列を2回重ねたものである。この戦法は6通りに移調できる。第7番の戦法は、半音半音半音全音半音の音程を、 なす6音の音列を2回重ねたものである。この先方は6通りに異調できる。その他の異調の限られた先方は数学的に存在しない。メシアンの示した7つ以外に異調の限られた先方があると主張するにしても、それらは7つの異調の限られた先方から特定音を除外したものである。以下はメシアンが示した以外の、つまり、 特定音を除外した、異調の限られた戦法である。第2番を、第2ー音から始めたものから、F と B を取り除いたものである。第3番を、第3ー音から始めたものから、E、G、B を取り除いたもの。前述のフランクの作品に2回だけ使われるのはこの、戦法である。第7番から F と B を取り除いたものと同じである。この戦法は、 韓国の作曲家僕ウェイ姫によって使われたことがある。2001年度第1回竹尾国際作曲ワークショップにて作曲家本人のレクチャー内で解説された。第4番を第3ドーンから始めたものから E と A を取り除いたものと同じである。オリビエメシアン、我が音楽語法、平尾岸雄役、教育出版、1954年。AB オリビエメシアン。 音楽言語の技法、細野後期役、ヤマハミュージックメディア、2018年。ISBN978 から46億3695万1387、ハット ABCDEF メシアン1954年、96ページ。メシアン1954年、97、100ページ。メシアン1954年、106ページ。 A.B. メシアン1954年97ページ。メシアン1954年100ページ。A.B.C.D. メシアン1954年103ページ。メシアン1954年104ページ。メシアン1954年105ページ。メシアン、オリバー、テクニックデモンランガージュミュージカル1、パリ。 アルフォンゾ・ラ・ダック、P51AB ・バルター・ギーゼラー、20世紀の作曲、現代音楽の理論的展望、佐野浩二役、音楽の友者、1988年。ありがとうございます。